国防検事、国防検事、古久保検事、1964年6月23日体は、大阪府豊中市出身の元プロ野球選手、保守、宇藤右内、コーチ。大野瀬高からのプロ野球ドラフト会議で、近鉄バファーローズから6位指名を受けて入団。2一軍初出場を果たす。当時の近鉄保守陣は10年以上にわたって、 主戦だった、梨田正孝、有田修造の、有り梨コンビに、衰えが見え始めた頃で、年齢が近い山下和彦、高山秀和、国語の3人で次世代の正捕手争いを繰り広げる、ことになる、優勝がかかった10月19日の第、ロッテオリオンズダブルヘッダー第1試合に途中、出場するも9回表西から代打、梨田が、騎士改正の勝ち越しタイムリーを放ち、9回裏に、 梨田がそのままマスクをかぶったが、その前の保守が国母だった。なお国母には、代打は出されず、第1試合、近鉄最後の打者でもあった。10.19も参照。2は、山下との併用で、リーグ優勝に貢献したが、読売ジャイアンツとの日本シリーズは手首を骨折し、出場することができなかった。から数年間は今日だと、野茂英夫との相性の良さを買われてこ山が、 正保守的な立場にいたが、絶対的な存在ではなく、山下の出場源もあって、その後山下は、オフに、日本ハムファイターズへ移籍高山と久保の二人、併用性が確立した。2は、野茂の対談で、高山の出場機会が減ったこともあり、自己最多の113試合に出場している。なお高山は100試合以上出場したシーズンはない。 高山が開幕直前にトレードで中日ドラゴンズへ移籍。残った国母も強権の的山哲也、打撃に定評があった磯部光一の対等を許すことになる。ただ、的山は正捕資格だったが打撃に難があり試合終盤では代打を出されることが多く、磯部も外野手平人だったため、当時監督だった佐々木京介は磯部を外野手に転向させる構想を持っており、 実際に、佐々木の監督最終年だった1999年は一度外野手に専念している国母も一定の出場機会は保たれていた。だがは、新たに監督に就任したナシ正隆が磯部を保守に戻し、シーズン中も磯部を正保守として起用したため、国母は5試合の出場に留まってしまう。もともと打撃の確実性に欠けるところに肩も衰えて、来ており、 この時期の戦士名館には今年が現役最後の文化と書かれるありさまだった。しかしは開幕前に磯部が保守失格の落印を押されて外野手に専念することとなり、的山が正保守に復帰したが投手陣が壊滅状態に陥ったことで、梨田は国防を再び起用するようになる。当初は不安定な投球が続いていた抑えの大塚。 アキラ文に対する専用保守の形であったが、シーズン後半には、スタメンの機会も増えた。特に、岩隈久志との、親子バッテリーでは、大きな注目を集めた。優勝へのマジックを一とした9月26日の対、オリックス戦、大阪ドームでは、9回虫満塁から、国防の代打となった、北川博都がヒップロ野球史上唯一の代打200点。 サヨナラマンドン優勝決定を釣りなしホームランを放って優勝を決めている。ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは第4戦以外で星として先発出場。12年越しで日本シリーズに出場したことになった。もシーズン中盤までは安土との併用ながらスタメンで活躍していたが体力の限界からこの年限りで現役引退。 同世代の山下や高山の陰に隠れていた時期も長かったが、三人の中で近鉄で現役生活を終えたのは国母だけである。引退後はからまで近鉄の二軍バッテリーコーチ、からまで中日ドラゴンズの二軍守コーチ、からまで東京ヤクルトスワローズ二軍バッテリーコーチ、からまでオリックスバファローズ一軍バッテリーコーチを務めた。からは韓国プロ野球、 ハンファイーグルスの一軍バッテリーコーチを務めたが、同年10月8日に、来期の契約を結ばないことが明らかになった。10月13日に2016年から東北楽天ゴールデンイーグルス一軍バッテリーコーチに就任することが発表された。2018年10月14日に対談が発表された。から、台湾プロ野球、富国ガーディアンズのコーチに就任。 趣味はテニスであるが、また週刊ベースボールの選手名冠号では、毎年趣味欄に、親友、池谷幸雄のテレビ鑑賞と表記されていた。肩は強い肩ではなかったが、ブロックの良さと強気のリードに定評があり、経験面も考慮されて、現役晩年に、再び出場機会を増やすことになった。打撃面では、打率が2割を切るシーズンも多かったが、 壺にはまれば強い打球を飛ばす意外性を持ち合わせていた。国母自身は自らの本塁打をびっくり箱と呼んでおり、それ以来打撃に難があるとされる保守が本塁打を打つとこう呼ばれるようになった。特に現役最終年の2002年8月3、4日の東京ドームでの対日本ハム17、18回戦では2日連続ホームランに3号を放っている。ちなみに、 びっくりはこの代表格とされた、的山哲也と国母の通算打撃成績を比較すると、国母が打率、204.378安打、38本塁打、186打点、的山が打率、206.2423安打、40本塁打、201打点と近い数字が並んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。